こんにちは。晩ご飯を作り出そうということになりました。お昼にこれ煮しめというかね、テリテリ作ったでしょ。それからこれは金皿入り卵焼きと、なんかレタセロリ、レタスの葉っぱで焼肉包んだやつですね。こんなところかな。かぼちゃを作りました。かぼちゃ、かぼちゃね、朝というか昼でしたね、かぼちゃ。で、鮭を冷凍解凍してますけど、これはすぐには食べないですね。明日以降食べる形になりますね。で、青豆が今ここにいますね。ので、青豆を見始めますか。はい、青豆を見始めます。ぶり大根がね、まだちょっと、あ、これ違う、ぶり大根じゃねえ。これは卵とじですね。それでぶり大根がありますね。ぶり大根。なんで、煮しめ系は OK なんで、これから汁汁を作って、あと、魚でも焼こうかしら。魚はね、この間、冷凍のやつを解凍してたと思う。ひょっ。これでね、おう、いたいた。そうですね。あ、いけねえ、砂肝があるよ。あ、ビール飲みて。毎度毎度そんなこと言ってるから、デブなんですよ。はい。とんかつ肉に豚のバラ肉。チャーシューだね、豚のバラ肉はね。煮豚は明日でも作ればいいですかね。いや、もうこれは下茹での用意していきましょうか。子供たちに、生ラーメンとか食べさせるときに煮豚があるといいんですね。こいつらはすごくいいですね。近くのスーパーで、スーパーっていうかドラッグストアであるんで、安売りになってる麺がね、それを買っちゃったりしますね。焼きましょうかね。よいしょ。あ、炙り焼きも美味しいな、ね、ちょっと脂身が多いんで、中華にしましょうかね。これは解凍中ですよね。煮切りだよね。2匹出たかもしれない。これ、魚用に出刃使うときにそんなにガスってやらなくていいけど、これこのまな板でいいですね。塩サバの解凍ですな。これ最後テリテリにしましょうかね。やっぱこれ冷凍がずっと長かったものっていうのはちょっと美味しさに欠きます。そんなこと言っちゃうぐらいじゃない。なんかちょっと風味が足りないっていうか、油っぽくないけど、油っぽくないわけでもないから、なんでだろうな。なんでこれ最後ごま油と醤油でテリテリにしますね。この人も対決に来ました。広告主。うわー、これね、でっかいね。ちょっと上に戻してたらね。まゆちゃんもびっくり。塩、胡椒、砂糖。砂糖も入れるよね。なんだっけ。そう、レシピによってはね。僕は面倒だから、最近塩だったんですね。塩と胡椒ぐらいかな。このままちょっとしばらく置いておきましょう。それで、柔らかくなったところで、しばりを入れて、しばりですがね。何言ってんの？はい。よいしょ。
豆がね、煮え煮えしてきましたね。これで沸騰したところで弱火にして、そのまましばらく置きます。そうすると、ね、ちょっとまだこれは、冷蔵庫の上の段に入れとけばいいでしょうね。よいしょ。これはまあいいよ、邪魔じゃない。今日の汁は大変だ、急いで戻らないわ。はい、これから上の段はいっぱい使いますからね。あと今日の汁はこれを使って豚の、なんだっけ、アイス入れますけど、あ、これでいいか、こんにゃくとかはいらねえな。おお、失敗。野菜に、ね、野菜にキノコ、キノコこれでしょ。キノコこれもあれね、どっち振るか、こっちだな。生菜美味しそうだね。生菜はさっと湯がいてしまおう。菜花。小松菜が一緒ですね。小松菜に、あ、葉っぱものが多いね。いいね、葉っぱもの。春ですね。なんと、ナスが被ってます。俺が買って、直子さんが買うと、二重に買われちゃうね。ナス被ってるんだなぁ。ナスでトロトロにしようか。ナスでトロトロにして、白菜がないね。小松菜で、カブの葉っぱだな。カブの葉っぱを、カブの葉っぱ、これでいきましょう。よいしょ。まずは、ガンラガラガラと見えておいでーだ。ガンラガラガラピーヒャナピーヒャナなんかね、踊るポンポリンって感じだね。古いね。とっさけなくわえたの方がもっと古いけどね。よっしゃー、コロッケいい。でも生ものは切らないか。はい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 、豆入れてますね。おお、いいね。小松菜、カブナ、カタズマユちゃん、カブの葉っぱはね、こうやって取っとくとね、いいですよね。これ使っちゃいますね。早めに使いましょう。カブの葉っぱはものすごく、美味しいですよね。小松菜とカブ菜。カブの葉っぱはちょっと煮ないと美味しくないですね。小松菜はそんなでもないですね。微妙に違いますよね。菜花、いいね。春になったって感じしますな。青葉煮だね。青葉煮ね。青葉だけだと思うのボディが弱いんで、ナスを入れましょう。さっきね、ナスがあったからね。2本ぐらいね、ふわふわって感じだね。
ほほっ。ほら。あ、魚だ。やべ、冷蔵庫に入れた。厚揚げですね、厚揚げ。まあ大丈夫だね、明日またこれ食べます、厚揚げね。で、うさげ、このうさげすごいよね。ちょっとすごい感動じゃ。わざらもう二度とここに顔出すんじゃねえぞ。これ感動でしょ。ね。大丈夫ですね。よいしょ、油揚げが入りました。油揚げ投入。シタケ軍団参りました。なんかあれだね、相撲取りさんみたいだね。シタケ軍団参りました。どすこい、どすこい。なんでシイタケ。そうなの。僕シイタケ。こっちの方がいいかね。どっちも良くねえと思うよね。実情を表してませんね、その当てる子はね。当てれこ、野菜に当てれこつけろか。ギャー、真っ二つにされた。残念、キノコはどこを切ってもキノコだよ。キノコはね、どこを切ってもキノコだよ。今のキノコの歌ですね。キノコのこのこ、キノコのこのこね、キノコのこのこの歌でした。ネギはちょっと、あ、キノコのこのこが一人いました。キノコのこね、入りました。じゃん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 。これ今ゴジラに合わせてネギを切りましたね。ナスも切りましょうか。ゴジラが切りますかね。デカデンデカデン。なんかあれだよね、エロい日本人の姉ちゃんが出てきてますね。やらないの。どうしよう、あんな綺麗な人に誘われたら。こういうのを杞憂と言います。そんなことないよ。針折ることでしょ。はいはい。ナスもこうやってぶつ切りもね、美味しいですよね。俺の料理が食いたいっつってねえ、来るわけねえよ。やらねえよ。そら、鬼もんじゃねえんだ。ちょっと変な人だね。はい、最初はグー。はい、グーを出したのはあの人です。カブのナッパくんです。カブのナッパくん、最初はグーですね。これナスに入れたところで肉入ります。ナスに入れたところで肉投入。ちょっと中の量が多いかな。色な、ナスはもうちょっとですね。でももうこのぐらいで入れてもいいかもしれないね。うん、うまそうじゃの、うまそうじゃの。だいたいこの辺まで煮えると
いい感じやねって感じね。うん、バカザザザッとネギが入って、そこにこの広告の品ね、しゃぶしゃぶ肉ね、しゃぶしゃぶ肉が入ります。舞台下手では列をなしてしゃぶしゃぶ肉が入ってまいります。卵がない。今の暗号を発しましたね。今の暗号でスーパーから卵を歩いていきます。あービール飲みて、シャブシャブ肉は柔らかいですからね。シャオマビエってやろう。これは先に入れた方が美味しいでしょうね。お肉入ったところで、これで味が決められますので、味を決めさせてもらいます。大体は分かってるんですけどね。何ものそれ、なんか小松菜とか入れなくてもいいな、これ。かぶなだけでいこう。うん、うまか。ナス入れたからね。うん、これカブラの葉っぱの方が入ればいいでしょう。長野も入れようか。生の芯の方ですね。ね、カブナが入って、だいたいこれで味がね、ちょっと薄く出るんですよね。こうなってね。うまそうじゃろう。もうちょっと濃いめにしよう。はい、終了ですね。菜花を乗せて、菜花はあっという間に溶けますね、これで。うまいじゃぞ、これがの。はい、汁ができたら、魚を見ましょう。ひょうひょう、汁ができたら、お、ちょっといいね。ち
ちょっとなんかパサつく感じがするんだよね、このサバね。これ冷凍のサバでありますから、ね、ここにごま油をたらりといかしょう。豆が一生懸命に煮ております。すげえ量になったな、ごま油。まあいいでしょう。ごま油が入るとやっぱ温度が上がりますからね、バリ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 って炒まってきますよね。ここに後で醤油を入れます。醤油ってネギも入れるんだけど、どうしようかな。ネギねえねえ、よし、みしんみみ汁ができましたから、これから刺身を切って、おじいちゃんのご飯の用意だ。刺身刺身、昨日これね、半額でしたね。ちょっとしめ鯖とかなんかが昨日の刺身残ってますからね。で、おじいちゃんあげて、余ったのは私が食べちゃうという。ちょっとそのサーモンが残りそうですね。サーモン、サーモンを残すときはそこと。よいしょ。こんなことやってるうちに、おそらくは配膳がやってる間に見えるでしょうかね、豆ね。配膳ベル、なんかあれね、レイキングバッグだね。あれ、おっかない映画でしたね、テレビでしたね。生臭くないです。はい、おじいちゃんがずいぶん余るからこんなに入れないでいいぞとかなんか言うんだよね。続いてキッチンみんな食ってますからね。これいいかな。しめ鯖とね、しめ鯖とサーモンしましょうかね。食べやすいようにもうちょっと切ってあげましょう。本当にそんなの食べれねえのっていうぐらいなんですよね。小さく切らないと。一緒に食べないと分かんないですよね、それがどういうふうにダメか。そういう意味では難しいよね。これだけ盛りときますか。この人たちはもう終わりだね。僕が食べよう。これね、漬けにするといいですよ。時間経ったビンチョマグロみたいな魚はね、うん、いつもしますよね、漬けにね。このところは漬けにしなくてもいいか。漬けにしてもいいか。これは、うん、うん、うまうまい。わさび醤油でね。
もうちょっとでかくないとダメだな。はい、いっか。うん、あ、うまい、うまい、うん、もう最高だね。こんなことをやってる間に後ろではバチバチこういう音がしております。バチバチ、太鼓のバチバチ、つまんねえバチバチ、コップやバチバチ。おお、うまそうじゃの。温度がね、上がるからね、油で。ね、醤油を。はい、しょう。豆は一生懸命煮えてるし、うまい。邪魔でしょ。うまいよ。ね、豆一生懸命煮えておりまーす。さて。ダバーダバーダバー、盛り付け入りますか。これはどんな大きさにすればいいかね。こっちはすぐ盛り付けです。漬けはね、こっちは明日の味噌汁。あ、味噌汁です。どうしてくれよ。これがマザーでしょ。これはね、とんかつの、とんかつの卵とじ、昨日のやつなんで悪くないか。バッチリですね。まあ卵とね、こんなんじゃねえな。多彩なタンパク質をね、少しずつ取ろうとするとどうしてもこうやってオーバーラップしないとダメですよね。ブリ大根でしょ。やっぱ骨は苦手だからね、骨のないところ。でも骨の間のこういう色のところは美味しいですよね。うん、うん、食べてみなきゃ。うん、うまい、うまいね。大根うめ、で、これ朝のご飯のね、朝のご飯の、まあ、これと、これほらロース肉を巻きました。で、あとはかぼちゃ。なすじの、かぼちゃも煮るの難しいよね。とは言っても大したことはない。
と、しめ鯖がありますから。持ち出た鯖の水煮があるんで、のせちゃいましょうかね。うまそうじゃろね。これはこうやってやるけどな。これね、レタスをねチーンってやるんですよ、まず。で、しなしなってして、あ、焼いたこの厚手の肉を巻いてやって、止めちゃうとね、そうするとこれできますから。これ絹さやが中に入ってますからね。ちょっとマッサージやろ。まずまずくらいじゃねえかな。ここにサバがいきますね。サバ、味見しながらこうやって掴んでいくから箸がいっぱい増えちゃう、大変。おー、うまそうじゃねー。焼き浸しですよね。はい、なるほどね。うん、これ一個あればいいね。では揚げちゃいましょうか。よいしょ。ちょっと冷凍焼きしたような匂いがしますね。まあいいけどね。すげえ安いさ、あのサバでしたね。ね、骨を取ってやって入れてやると、うん、野菜のタンパク質が少しずつでござろう。よいしょ。ほら、まだ邪魔だよ。で、毎日の食事の新地はこの人だよね。汁ですよね。なんか箸が取られた。汁はとにかくまず青い葉っぱのここをね入れてあげましょう。で、しいたけさん、しいたけさん、しいたけさんね、薄揚げさん、薄揚げさん、豚のバラ肉、ほう、豚のバラ肉、薄揚げさんで、ちょっとカブナがあるはずなんで、ちょっと判別が非常に難しいですけど、多分この辺カブナでしょう。ね、豚肉、椎茸、小松菜、かぶなに、薄揚げちゃん。で、ナスだよね。おい、ナスどこ行った？ナス出てこい。これナスか。さっきのがナスだね。こっちはナスだ。こっちはナスで、こっちは椎茸だね。ナスはね、こうやって汁を吸うと美味しいですよね。で、特別ゲストが、特別ゲストが逃げてるかいと。
美味しいです、うん、ね。豆ね、どうやって使ったらいいかわかんないっていうけど、こうやって煮といてチラッと汁に入れるだけでも十分だよね。もうちょい煮ても柔らかくて美味しいから、もうちょい煮ますけど、おじいちゃんのはこれで OK ですね。あとキャベツとヨーグルトだね。けどまあもうクタクタですんで、そっちの方は後で用意しましょう。ちょっと片付けてからしようかな。あ、しまった、この煮しめ入れるの忘れてた。小鉢に入れてあげようか、煮しめね。そんなにいっぺんいらねえとか言ってるんだけど、やっぱりちょっとそのなんていうの、バラエティはあった方がいいよね。これはね、鶏のささみをメインにしてわーっと煮たやつなんで、わーって煮たやつなんで、人参とかなんか入ってるからね。鶏のあのささみをね、ささみじゃなくてなんだっけ、サラダチキンを使いますね。ほう、これでバッチリですな。ほれぼれします。はい、じゃあちょっと片付けをしちゃいましょう。まずおじいちゃんは来ないようなので、ということで皆さんも元気で美味しく楽しく夕食を食べようじゃありませんか。ではね、バイビー。ちょっと時代を感じますよね。ね、まゆちゃん。うん。なんかこう魅了されます。はい、ではまた。